鈴なりに実った緑色のレモン。黒潮町の農業用ハウスではグリーンレモンの収穫が始まっています。収穫後に寝かせて完熟させる黄色いレモンに比べて、もぎたてをすぐに出荷するグリーンレモンは果汁たっぷりでフルーティーな香りです。今年は雨が少なく、収穫のスタートが1週間ほど遅れましたが、出来は上々です。今年もいっぱいになってます。品質も上等にできてます。収穫は9月末までで、高知市の土佐の里などで購入できます。